旅館 FC 対川崎フロンターレの一戦をお楽しみいただきます。前節からは7枚スタメン変わっています。ゴールキーパー南です。今日は3バックの予想は、井野葉、そして中塩、袴田、右ウィングバックで岩竹、左が高木、ダブルボランチは高橋秀人とフレアド、ツーシャドウは小川、ジャーメイン、トップには渡辺一馬、こういったメンバーです。一方の川崎、こちらは代表に5人行っているということもありまして、前節が6枚スタメン変わっています。ゴールキーパーはチョン・ソンジョンです。ディフェンスライン右に伊坂全員、デビュー戦ということになります。そして、ジェジエウ、車屋のセンターバック、左が上り里、中盤アンカーにジョアン・シミッチ、その前に立花だと脇坂、前線は右家永、左長谷川、中央には小林優、こういったメンバーです。家永から伊坂、もう一度家永、ジョアン・シミッチがもらいに行っている。家永ボール持つとなんか時間止まりますね。脇坂からこのボール、こぼれたのボール、ボレーだ。立花田のボレーですが、しっかりとキャッチをしています南。特にね、今日の試合に関して言うと川崎の中盤をやっぱ抑えないとちょっとなかなか攻撃止められないですからね。長谷川抜ける、長谷川行く、長谷川持っていく、ゴール。15分先制です、川崎フロンターレ。ほら、オフサイドですかね。出てるかもしれないですね。そうですね、やはり VAR でオフサイドです。フリーキック脇坂です。脇坂からゴール、向こうの逆をつきましたけれども枠の外でした。南は完全に逆取られましたね。いや、その通りですね。最後の蹴る瞬間までどこにどちらにでも蹴れるような、ね、入り方、まあ、面の作り方してましたから、はい、さあ近いこの距離からのフリーキック、おっとゴールに向かっていくボールでしたが南のセーブです。また狙ってきましたね。はい、脇坂のキック、渡辺一馬、ジェジェウの対応、落ち着いてますね。ジェジェウに対して高橋がいきますが、そのまま運んでいく、右には家永いますが、その家永に今渡す、そのままジェジェウは縦に行きます。ここでクロスが入ってくる、おっと味方同士こぼれている、小林優、こぼれ球見逃しません、しっかりと決めます、さすが小林優、先制川崎フロンターレ。小林優2試合連続ゴールです。落ち着いてましたね。まあ、相手のミスとは言いながらもですね、自分の前にね、一括してボールこぼれてきましたから、あと決めるだけという感じでしたけどね。まあ、こういう状況になったら小林は外さないですね。おっとここもちょっとミスが出てしまった。そして家永から小林、ここはバーの上、まだビッグチャンスが来ました。助かったんじゃないですかね。決められててもおかしくないシーンですね。はい、まあ、本当にギリギリのところで助かってますね。はい、おっと上りだと、おい、家永の落とし、お、うん、これは枠の左でした。小林優、また狭いところ行きました。高木から高橋秀人、縦パス入れる、ジャーメインへ、ジャーメインシュートを倒れ込みながらというところですが、枠の左でした。見事なシュートですね、今ね。この縦パスもね、速いボールでちょっとボール浮いてましたけど、うまくね、体で相手をブロックしながらですね。はい、さあここは長谷川が行く、長谷川持っていく、シュートだー、うーわ、この右ワンタッチありました。そうですね、ディフレクションあってコーナーです。ジョンソンリョンからのこのボール、中塩の落としは脇坂の元へ、逆サイド長谷川空いている、その長谷川へナイスボールだ、中には小林優、長谷川優、いや、パスファーサイドへのパス、これが決まった、見事に押し込みました小林優。小林優の動き、このボール見事ですね。少しアウトサイドにかけてボールに回転つけてるんでね、あんまり
ボールは伸びるようなボールじゃないんですよね。これオフサイドないですね。完璧ですね、全てがね。うまく合わせましたね、小林優ね。今日自身2得点目ということになります小林優。これで今季早くも9得点目です。遠野からジョアン・シミッチ、塚川入れ替わった、塚川からレアンドロ・ダミアン、浮かす、うシュート、ここはバーの上でしたけれども、ちょっとね足の裏でボール引いて、はい、ボール浮かしてねスルーパス狙いましたけど、こぼれたボールですけどね、そのままね浮いているボールを叩きましたけど、そして試合終了の笛が吹かれました。 0-2、 これでまた開幕からの無敗継続21試合、昨シーズンから数えますと J1 26試合負けなしということになる川崎です。止まりません。横浜 FC2 連敗4試合勝利なしです。